説明させていただければと思います。はい、ここがですね本作、一番の舞台となりますエデンになります。このエデンという街ですね、この北斗の拳の世界っていうのはもう本当に世紀末の、水がない枯れ果てた、世界観なんですけれども、なぜかこのエデンという街には水が豊富にありまして、でまたその水を利用してですね発電も行っているので電気も使えるという、そして水があることで、様々な果物だったり、植物が育つので食料も豊富にあって、このような、バザールと言われる市場みたいなのも発展している街になります。それですね、まあ、そんな資源豊かな町ですので当然自然と人が集まってきますし、またこう野党たちに、ね、狙われるということもありまして、こう街中でこういうふうにバトルになることもございます。で今作はバトルなんですけれども、基本的には龍が如くのバトルシステムを、踏襲しながら、今回北斗神拳を使うというところで飛行アクションというバトルスタイルを、採用しております。四角三角、龍が如くやられた方はご存知だと思うんですけれども、四角と三角のコンビネーションで多彩な技が出まして、そこから飛行をタイミングよくつくことで、効率よく敵を倒していける、そういったバトルシステムになっています。でこのエデンの中、またバトル始まりましたけれども、当然龍が如くでありましたヒートアクションに当たるもの、奥義と呼ばれる、北斗神拳の奥義ですね、それがふんだんに盛り込まれております。でこれもケンシロウが、戦ったりミニミッションとかもいろいろあるんですけれども、それらをクリアしていくことで、経験値を経て、能力強化していき、また修行等の内容もありますので、そこで新しい技をどんどん、増やしていける、そういった形になっております。でこれが今バーストモードと呼ばれるものでして、この状態になった時にだけこう自由に、ジャンプができて、叩きつけるような、一掃できるような、アクションになっております。でこの、夜の歓楽街などもこのエデンというのでは再現されてますので、今ちょうど画面でご覧になっているこのエデンって書いてあるのは、このエデンの中にあるナイトクラブです。でこのナイトクラブには働いている女の子もいればお客も当然やってくると、ケンシロウはここで働くこと